合がございます。ステージをご覧になる際にはお客様同士の距離をしっかりと保ってご覧いただくようお願いいたします。お守りいただけない場合にはステージの途中でも中止とさせていただく場合もございます。すべてのお客様が安心して楽しんでステージをご覧いただけるよう皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。さて本日は牛タンは利休デーということで、スタジアム内で牛タンをメニューを買い上げていただいた皆様には牛タン一切れサービスの一日となっております。めったにない機会ですので、ぜひ皆さん牛タンを食べて牛タンパワーで楽天イーグルスを盛り上げていきましょう。さてステージまだまだ盛り上がっていきますよ。ミュージックスタート。
回もごめんのチャンスですよ。そして5回裏終了後に私たちのパフォーマンスとタオルーレットがあるので、ぜひたくさんタオルを掲げてアピールしてくださいね。それではまだまだ盛り上がっていきましょう。
一体なぜエンジェルスに入ってくれたのか、どんなキャラクターなのかをどんどん掘り下げていこうというコーナーでございます。今日はルーキーが登場します。さあ誰でしょう。早速呼んじゃおうかな。今日のルーキーはこの方、お願いします。皆さん拍手でお迎えください。はるかです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はるか、まずは自己紹介お願いします。はい、ジュニアチェア出身ルーキーのカンはるかです。よろしくお願いします。ちょっと噛んだけどね、すいません。はるかです。はい、よろしくお願いいたします。久しぶりだね。 お久しぶりです。あきな先生。あきな先生なんだね。あきな先生なんです。実はね、はい、私がまだ現役でインストラクターの時に、はい、実際にはるかを3年くらい教えてました。はい、本当はねすごくハグしたいんですけども、ハグしたいんですけれども、ソーシャルディスタンスでお願いします。さあ、はるかの学生時代というか、そのスクール生時代の思い出といえば、私すごい覚えてることがあって。何ですか。よく本当にレッスン終了後によく居残り練習していたんですよ。してましたね。で、まあ、あのクラスダンスとかあった時に、はい、あきな先生ここどうしたらいいですかとか、いろんなね居残り練習の中でかなりコミュニケーションを取った生徒っていうイメージがあります。そうですね、うん、結構話しかけさせていただいた印象があります、ね、でその時に私一回だけ夢聞いたことあるの覚えてます。覚えてないです。覚えてない、うん、そこで遥香はこう言いました。チアのインストラクターの先生。ああ、そうなんです。なんかすっごく嬉しくて、私が今イントラで教えてる時に先生になりたいって言ってもらえる環境にものすごく感動したことを覚えてるんですね。本当ですか。そうそうそう、嬉しい。それでじゃあもう遥香がエンジェルスになったら私もう最前列で一眼レフを持って撮影しますって言ったのをすごい覚えてるんです。言いました。言いました、はい、ただね私ね一眼レフじゃなくてこんなまさかステージ上で、はい、会えるとはね思ってなかったよ ね、 本当に。なんでこうやってスクールで頑張ってきて、はい、しかも長年頑張ってきて最終的にエンジェルスに入りたいと思ってくれたんですか。そうですね、私もくるみとかも多分言ってたと思うんですけど、うん、小学校の卒業アルバムにエンジェルスになることが夢って書いてたんですね。そうなんだ、はい。やっぱりずっとスクールの時に先生として直々にエンゼルスの皆さんに教えていただいていたので、やっぱりずっと憧れではあったので、今回こうやって夢を叶えることができてすごく嬉しいです。嬉しいですね、はい、その言葉が先生としても嬉しいです。拍手ありがとうございます。さあ実際開幕から約1ヶ月経ちますが、はい、どうですか実際に入ってみたエンゼルスの活動。そうですね、いや、やっぱりそのスクールの時よりも出演回数とか、そうだよね、場所とかがすごく増えるので、はい、すごくやっぱり憧れの場所だったので、うん、なんか毎回こうすごく気持ちを込めて出演しています、うん、じゃあ本当に毎回毎回出演するたびに自分の夢が叶ってるっていう感覚かな。そうですね、実感はすごく湧きますね。嬉しいですね。皆さんはもうフィールドで踊るはるかとかステージで踊るはるかをこうやってね目の前で見ているので、はるかが夢を叶えてるんだって思いながらね手拍子を送ったりとか、そんな思いではるかを応援してもらえたら嬉しいね。お願いします。はい、そんなはるかの特技ですが、何でしょうか。私は踊ることがすごく得意で、特に、まあ、踊ることはエンジェルスみんなやってるんですけど、うんうん、私は結構ヒップホップとかガツガツ踊る系のダンスが結構得意としてやらせていただいています。あの各々ね、みんなここで特技披露してきたんですが、はい、今日もはるかはしてくれ、はい、します、ね、ということで、はい、何踊りましょう。今日はちょっと今話題人気の BTS の、うん、BTS、はい、はい、ダンスを踊らせていただこうかな。皆さん BTS ご存知ですか。知ってますか。知ってますか。今日はですね、実際にその PV をビジョンカーに映しながら、はい、ステージ上でははるかが踊ってくれるそうです、はい、頑張ります。曲は何でしょう。曲はファイヤーっていう曲なんですけど。ファイヤーだそうですか。はい、かっこいい系だね。そうですね、結構ガツガツしてますね、はい、それでは早速踊ってもらいましょう。はるかによる BTS のファイヤーです。
全然です。結構ガツガツ系だね。はい、そうなんですよ。ちなみに BTS 男性だもんね。はい、そうですね、ボーイズグループです、ね、またボーイズグループの曲を女性が踊るっていうのもさらにかっこよさを引き立てますよね。さあ皆さん改めてダンス披露してくれましたはるかに拍手ありがとうございます。ありがとうございます。あ、それで私特技がそれでもう一個あります。もう一個ある。はい、あのちょっとすいません、あの披露させていただきたいんですけど。何でしょう。あの指パッチ、指を鳴らすのが結構音が大きくて、はい、巷で噂なんですけど。スクールって言ってまた芸が細かいね。すいません、くるみもすごかったですよ。指パッチ、はい、くるみはちなみに拍手でした。そうですよね、はい、で私指パッチン全くできないので先にやっときます。はい、お願いします。と言われてもちょっとあれなんで私本当にできないです。いきますよ。以上です。ありがとうございます。拍手お願いします。すみません、できないんです。さあそれから、はい、お手本、お特技のはるかの指パッチンです。どうぞ。もう一回お願いします。聞こえましたよね。すいません、ほんとこれまたマイク通して指パッチンっていうのもなかなか、このディスタンスな環境の中失礼しました、小さな音で。ただ大きかったですよね。大きかったですか。ね、すいません、ありがとうございます。ということで今日は、はい、ヒップホップが得意なはるか、はい、そして指パッチンが得意なはるかが出、はい、ましたが、まあ、指パッチンもダンス あの練習とかで ね結構活かせると思います、はい、振り付けとかでも活かせますよ、ね、ご注目ください。お願いします。それでは最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、はい、改めましてルーキーのはるかです。とステージお楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございます。今イーグルスは単独首位を走っています。このまま日本一をつかみ取れるように私たちと一緒に熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のルーキーはアルカでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。さあということで今日ははるかに登場してもらいました。私も5年間インストラクターをやっていたので教え子がエンジェルスになるのが本当に夢だったんです。